はいみなさん、bonjour。都市科キューバーです。今日のテーマはこちらになります。定年まで簡単に老後2000万円問題をお返しする方法について話していきたいと思います。でまず今日の内容を選んだ理由なんですけども、2019年6月に金融庁からこういった発言がありました。老後式年金、ドミ限界2000万円貯蓄必要。 または老後自己責任ということでなかなかすごい発言されました。で、こういった発言があった一方で皆さんからいろんな反応もありました。えー、例えば今の給料じゃ不可能だなとか、えー、そのうち宝杉で1億円当たるさとか、えー、刑務所に入れてもらうよとかおよび先グループで追ってくれないかな30年後にまだ日本があるんかね 死ぬまでに働くから貯金はいらんとか今60歳だぜせめて20年前に言ってくれよとか、まあ、皆さんさまざまな反応があったのかなと思いますでまた今までのやり方としてはいい大学に入っていい会社に入ってそ,でそこで定年までに勤めてそこから老後を迎えて年金でゆっくりと生活するというのは一般的なモデルでしたただ残念ながら 今からでもそうではなくて、金融省も言ってるのは、そんなのも無理やから自分で老後の資産を用意しておいてねということになっています。なので、今日はその老後2000万円不足問題をどのように簡単に解説できるのか紹介していきたいと思います。では、今日の内容はこちらになります。まず、この老後2000万円不足問題 の問題いいいて話していきたいと思います。その後は簡単な消す方法を紹介していきたいと思います。で、最後にこの発言で実は金主が実際に伝えたことを紹介していきたいと思います。また、こちら僕のプロフィールなんですけども、興味がある方は見ていただければと思います。またぜひよかったらいいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。 それでは始めていきましょう。ではまず、老後2000万円不足の根拠について話していきたいと思います。で、こちらは金融省が出してきた報告書をもとに作成されたグラフになりますけれども、こちらの確認しますと、高齢者、夫婦2人で生活をしていて、収入、年金などは月21万円に対しては、しつつは月26万円になっていますので、 実はこれだけで見ますと毎月5万円の赤字になっている形になっています。で、こちらは65歳からになりますので、今でも100歳までに生きる形になっていますので、この35年間で毎月5万円の赤字があるということになりますので、合わせて30年間35年間で2100万円の赤字もなってしまう形になります。ということで、それをもとに金融省から ベッドで2000万円がないとなかなか生きていけないということになりましたではこの2000万円不足問題をどういうのように解決するのか説明していきたいと思いますまず貯金だけでできるのか確認していきたいと思いますでこの2000万円の貯金をどういうのように作るのかになりますけれども例えば25歳の時点でスタートします準備します となると、定年までに65歳まで40年間もあるんですけども、この40年間で貯金しないといけないということになりますので、毎年50万円を貯金しないといけないということになります。なので、毎月4万円を40年間かけて,て貯金しないといけないということになります。で、それを聞くと、まだ月4万円はできるんじゃないかなと思う方も多いかもしれませんけれども、ベッドで SMBC からのデータもありましたけど20歳を対象にアンケートをありましたでこの20歳の方に聞くと毎月自由に付けるお金はいくらあるのかをそのアンケート結果として4万円以上をつける方は、えー、たったの23.7%しかないということになりましたまたその4万円以上にありますけどもそもそも5万円以上 お扱方はたったっの13しかないといととうことにななりますなので、この方に関しては、貯金できるお金は、使えるお金は5万円を、そこからその2000万円を準備するために必要となる毎月4万円を引くと、残り1万円しかないということになります。なので、このデータをもとになかなか、それまずロゴ問題もありますし、あとはまあ結婚したいとか、 家を買いたいいいたとととか、かか子供がが欲ししいいうこももありりまますす。ので、それに関してもお金がかかりますなので、なかなかこのロゴ2000万円問題を貯金だけで解決をしようとすればなかなか無理があるんじゃないかなと考えています。なので、2000万円不足問題を解決する方法という人はやはり投資になるかなと思います。ただ、もちろんここで皆さんも安心していただきたいんですけども怪しい投資は全くいりません。 複雑なテクノロ分析もいりません。手動で銘柄を選ぶこともいりません。また投資するタイミングを測るのはいりません。ただ単に安心して投資ができます。それは、ス立テテニーサでインデックス投資をすることになります。こちらは、具体的に説明していきたいと思います。で、まず、なぜス立テテニーサで投資するのかということになりますけれども、まず、アシトシではないということで、金融庁が 厳しく選定した商品のみに投資することになります。また、複雑なテクノロビスがいらないということですけども、こちらに関しても自動的に投資できることになります。また、つまり人数の中にはインデックス、指数の投資になりますので、自分で銘柄を選ぶことはいりません。その指数というのは複数な銘柄で構成されているものになります。また 投資のタイミングを測るのはいりませんということなんですけれどもこちらに関しても自動的に投資ができることになりますので全てを見ますとやはり詰め立てニーサーに関しては投資の初心者でも安心して投資できるということになりますでは具体的になぜ詰め立てニーサーで2000を詰め上げるのができるのかを説明していきたいと思いますそれをするために簡単に 例えば SNP 5 0 0に連動している投資信託を購入することになります。で、この SNP 5 0 0は知らない方に関しては簡単に説明しますと、SNP 5 0 0はアメリカの代表的な有料企業500社で構成されているシースになっています。で、具体的にどんな企業が入っているかというと、例えば Apple とか Microsoft、Amazon、Facebook、Alphabet、こちらは Google ですね。Tesla バークシャーハーファウェイ、こちらはワレン・バフェットさんの企業になります。で、JB ・モーガンとかジョンソン、皆さんも知っている超有名企業ばかりが入っています。で、またこの SNP 学の30年間のチャートを確認しますと、こういうふうになっています。で、こちらに関しては、まあ、インターネットバブルの崩壊とか、リーマンショックとか、コロナショックの時に暴落した時もあるんですけども、基本的には長期間で見たらずっと右肩上がりになっています。 で、この30年間でリターンを確認しますと、なんと1000%近いのリターンがありました。で、その年間での平均を確認しますと、大体7.75%になっています。なので、この SNP 額に40年間かけて投資をすれば、こういうふうになっています。イメージとしては、毎月1枚を投資する形になっています。 で、こちらを確認しますと、40年間必ず毎月1万円を投資した場合は、この元金480万円を2400万円までも上がっている形になっています。また、そのなぜ積み立 NISA ーーで投資するのかということなんですけども、その積み立 NISA ーーでは、小額でも投資できることになります。もう100円からでも投資することができます。 また自動的に投資できるということになりますけれども、設定としては何々日、何々年を設定することもできますので、簡単に投資できます。また、20年間で歴が非課税になるということになりますけれども、こちらは元本の最大として800万円。800万円までに20年間で投資すれば、歴が出た場合はその歴は完全に非課税になりますので、すごくおいしい話になります。で、また、先ほど説明した SNP 学とか全世界などの株に連動している指数に投資できることになりますので基本的には上がっていくことになりますでは最後に金融庁が実際に伝え方を説明していきたいと思いますで先ほど説明した通おり、まあ、そんなもう無理やから自分で老後の資産を用意しておいてねと皆さんもそういうふうに金融庁の発言が取られたんですけどもそういうことではなくて 実際に伝えたのは投資の引きかせ制度を作ったからちゃんと使ってねということでした。で、実は皆さん、そ自分で老後の資産を準備するのはなんかおかしくないと思っている方も多いかもしれませんけども、実は海外で見れば個人で自分で年金のような資産を用意するのはもう当たり前なシステムになっています。例えば、イギリスの方では 個人貯蓄貯蓄座という ESA というものが存在しています。で、この ESA を参考に実際は、金賞が日本版 ESA、NISA を作ったということになります。で、アメリカでも i r a という個人退職口座もあります。この ESA とか i r a とかは非課税制度になっています。なので、 外来を確認しますと、もう自分でそのロゴのお金を準備するのはもう当たり前なことになっています。で、またこちらは、つめたてニーサーと一般ニーサーも両方、えー、用意されているんですけれども、少し、えー、違いがありまして、また、えー、画像を見ていただければと思います。また、このつめたてニーサーと一般ニーサーについて、別途で、えー、詳細に、えー、紹介していますので、ご参考にしていただければと思います。えーまた 冷たい忍者を使って具体的に何を語るのかを迷っている方が多いかと思いますけどもこちらも以前の動画でもおすすめの都市市高部5000を紹介していますので是非ご参考にしていただければと思いますではまとめに入りたいと思います今日は老後2000万円問題の簡単な消す方法を紹介してきましたで する方法としてはもう投資することになりますけども、冷たい人差を使って40年間もう毎月1万円だけでも達成できるということになります。また、実際に金融庁が伝えた方としては、非課税制度を作ったからちゃんと使ってねということでした。ただ、残念ながらもう伝え方が下手すぎて、えー、まあ国民がめちゃくちゃ怒り出したということになりました。ということで、皆さんも 老後のためだけではなくて自分の資産の計算のためにも引き続きセクト的に投資していただければと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思う方はぜひいいねボタンを押していただければと大変助かります。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あとはブログと Twitter もやっていますのでぜひフォローお願いします。リンクは下の方に貼っていますのでここに置いてあればと思います。 最後に皆さんから何か説明してほしいのがありましたら、ぜひ下の方にコメントしていただければと思います。コメントは必ず見ますので、何でも言ってください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回で。